はい、今回はですね、4月25日から開催となる第4海運レディースオープンについて語っていきたいと思います。ステップアップツアーの第3戦目となりますね。本日ペアリングが発表されたので、その中から注目したい選手をピックアップしていきたいと思います。まずは第1組に石井理央選手。昨年2023年ではレギュラーツアーを主戦場としていたのですが、今シーズン QT ランキングが57位ということもあり、ステップアップツアーが主戦場となっている感じでしょうか。ただ今シーズンレギュラーツアーに1試合、ステップアップツアーに1試合ずつ出場しているのですが、どちらも予選落ちという結果になってますね。個人的にはポテンシャルがある選手だと思っているので、活躍していくプレーを見たいですね。続いて第3組に神谷若菜選手。ツアールーキーの選手ですね。今シーズンレギュラーツアーに1試合、ステップアップツアーにも1試合出場しているのですが、どちらも予選落ちということになっています。今大会では予選を突破していきたいですね。そして同じく第3組に常文江選手。今シーズンヤンマー花咲レディスでは12位、運動金レディスでは3位とトップ10以内に入ってきています。まだ予選落ちがなく、2試合とも上位の成績を出しているので、これからの活躍にも期待ができそうですね。同じく第3組に木下彩選手。今シーズンはステップアップツアーが主戦場になりそうですかね。前回の運動金レディスでは7位という成績でトップ10入りをしています。スタッツについてもまだ1試合となりますが、パーオン率とリカバリー率が良い数値になっているので、チャンスを多く作り、またグリーンを外した場合もきちんとパーセーブできるプレーとなっていそうです。そして第4組に村田彩香選手。ツアールーキーの選手ですね。ヤンマー花咲レディースでは38位だったのですが、前回の運動金レディースでは予選落ちとなっています。今大会では予選突破をしていってほしいですね。そして第7組に元飛鳥選手。こちらもツアールーキーの選手ですね。前回の運動金レディースでは17位という成績です。元飛鳥選手は決勝ラウンドの平均ストロークが良いので、最終日に向けてしっかりとスコアを伸ばすプレーができている感じでしょうか。そして第8組に権藤可憐選手。前回の運動金レディースでは14位という成績でした。安定したプレーでパーセーブ率が非常に高いのがいいですね。そして第9組に山田沙穂選手。前回の運動金レディースでは9位とトップ10入りをしています。スタッツ的にはあまり際立った数値はないものの、バランスが良く安定したプレーができる選手でしょうか。そして同じく第9組に注目のアマチュア選手となる宮古麗華選手。今シーズンレギュラーツアーの明治安田レディースで予選を通過し35位という成績を出しています。ステップアップツアーでどのような活躍を見せてくれるか楽しみですね。そして第10組に石田加奈子選手。前回の運動金レディースでは47位という成績です。また富士山系レディースにも出場しており、14位という上位の成績を出しています。こちらもツアールーキーの選手となるのですが、レギュラーツアーでも活躍をしており、ポテンシャルを秘めている選手の印象がありますので、今後の活躍が楽しみですね。同じく第10組にアマチュアの吉田凛選手。オーガスタナショナル女子アマでは日本勢最上位の14位を取っており、バンテリンレディスでは予選を突破し32位でローアマを獲得しています。今大会での活躍も楽しみですね。同じく第10組に正田夢乃選手。ツアールーキーの選手で、前回の運動金レディースでは28位という成績でした。今季のステップアップツアーは2試合とも予選を通過していっています。今大会でも予選を通過し上位の成績を出していきたいですね。そして第14組に菅風花選手。レギュラーツアーでは V ポイントエネオスで7位のトップ10入りをしており、ステップアップツアーではヤンマー花咲レディースで3位、運動金レディースで7位とトップ10入りの上位の成績を出しています。もともと非常に実力のある選手という印象があるので、ステップアップツアーでも賞金ランキング上位を目指せる選手の一人だと思っています。今大会での活躍も注目していきたいと思います。同じく第14組に藤田光選手。前回のヤンマー花咲レディースでは6位とトップ10入りの成績を出しています。今大会でも上位の成績を出していきたいですね。同じく第14組に長島花音選手。ヤンマー花咲レディースでは見事優勝をつかんでいます。そしてレギュラーツアーの富士山系レディースでも
予選を突破し53位の成績を出しています。今大会でも上位での活躍に期待をしたいですね。そして第17組に井上莉子選手。前回の運動筋レディースでは28位という成績でした。今大会でも予選を突破し上位での活躍に期待ですね。そして第23組に星野杏奈選手。前回の運動筋レディースでは37位という成績でした。フェアウェイキープ率が堂々の1位の選手です。またパーオン時の平均パット数が10位とパットも得意な選手ですね。はい、個人的にはステップアップツアーで気になっている選手のほとんどはゴルフサバイバルで知った選手が多いのですが、まあ、そこで知った選手がこうやってステップアップツアーだったりレギュラーツアーで活躍していくのを見るのはとても嬉しいですね。初日の展開がどうなるか今から楽しみです。はい、今回はステップアップツアー第3戦目大洋海運レディースオープンについて語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。